介護大学マスクのつけ方について紹介します。マスクのギザギザが下を向いている方が表です。上の部分にはノースピースがついています。この部分が上になるようにゴムの部分を左右の耳にかけ、顎まで覆うようにギザギザの部分を伸ばします。隙間がないように位置を整え、ノースピースを押さえて鼻の形に合わせます。口と鼻をしっかり覆うように調節してください。マスクで口と鼻を覆うと相手にこちらの表情が伝わりにくくなります。また声もこもり話も聞き取りにくくなります。相手が不安にならないようアイコンタクト、声のトーン、話すスピード、動作に気をつけるなど配慮をしてください。マスクには口や鼻から侵入するウイルスや細菌をブロックする効果があります。自分自身が感染した場合はマスクをつけることで感染の広がりを抑えることができます。